こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、青島の24分の1、ナイトライダーナイト2000ですねの、制作やっていこうと思います。はい。で、一応前回の動画で、ボディの塗装、クリア武器まで、やりましたんで、今そのクリアを乾燥させてる状態になりますので、その間にシャシの組み立てを今回やっていこうと思います。はい。なので、まあ、下回り全部と、あと、まあ、タイヤホイールつけるところまで、やっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい。では早速作業をやっていきましょう。で、このフロアにフロントのサスペンションからまず組んでいきます。で、ちょっとね、これ注意した方がいいと思う、注意した方がいいというか、説明書の、ね、色指示がね、完全に間違ってるんですよね。なんで、気をつけた方がいいんですが、全く見えなくなるんですよね。なので、まあ、間違えたところで特に問題はないっちゃないんですけど、シャーシで言うと、このプロペラシャフトと、あとこのラジエーターの配管ですよね。このラジエーターの配管、ここをシルバーで塗るように指定があるんですよ。で、それ以外の部分は艶消しの黒っていう指示になってるんですけど、プロペラシャフトは、黒ですね。実写は黒で、この後ろにオートマのオイルパンの後ろにちらっと見えてるここだけがシルバーなんですよね。なんですけど、まあ僕今回これ台座に固定しちゃおうと思ってるんですよね。台座というかケースに、開封の時にも言ったように、ここから配線がビローンと出るんで、音声ユニット用の配線がビローンと出るんで、ちょっとそれがあまりにもみすぼらしいので、台座に固定しようと思ってるので、ブラックカーっていうのはもう一切見えなくなります。なんでもう塗り分けしてません。はい、こんな感じにしてあります。はい。で、もう一個がこのブレーキ、フロントのブレーキですね。フロントのブレーキもこのディスクの部分を艶消しの黒で、キャリパーをシルバーっていう塗装の指示になってるんですけど、これ逆ですね。ディスクの部分がシルバーで、キャリパーの部分が黒ですね。はい、ごめんなさい。ちょっと営業電話が出ちゃった。どこまで喋った？あ、そう、これブレーキね。ブレーキ。ディスクの部分がシルバーで、キャリパーの部分が黒ですね。っていうのが正しいと思います。まあ、厳密に言うとここが黒でもないと思うんですけどね。ガメタっぽい色とかそんなのだと思うんですけど、そっちが正解だと思うんですが、ホイールをつけると一切見えなくなります。なんで、ここも別にどっちでもいいと思います。はい。そんなに気にしなくていいんじゃないかなと思います。はい。そしたら、その辺を気をつけた上で、組み立てやっていきましょう。で、まずはね、このサスペンションに、ブレーキを取り付けていくので、こういう形でセットして、ここを接着。こういう形で接着してあげます。よいしょ。まあ、この辺はね、そんなに凝った構造ではないので、サクサク組んでいきましょう。まあ、ぶっちゃけ動画にする必要もないんじゃねっていうぐらいシンプルな構造なんで、特にね、本当に注意する点っていうのもほぼないかな。もうつくようにつけていったらいいし、さっきも言ったように極端な話、ケースに固定しちゃったら全く見えないので、本当に全く見えないんですよ。本当に全く見えないので、正味別に塗らなくてもいいぐらいなレベルですよね。で、これは、もうどこにつけるか。まあ結構細かくこだわりたい方はね、この裏側の色の再現っていうのを凝ってあげてもいいとは思うんですけど、まあその辺はもう本当ね、自由にって感じでいいと思います。今回の僕みたいに、もう台座に固定する、ケースに固定するっていうのを決めてるんであれば、正味ね、ここに関してはほんまにね、やる必要が本当にない。
あの色分けとかをねする必要が本当。ああ。でも接着芯が弱い。大丈夫。で、タイルウォも取り付けた。こいつはどういう角度をつけるのかよくわからない。ようにつけてみよう。ちょっとこの隙間空くんですけどね、これで合ってんのかな。ちょっと後でボディと合わせてみて、この取り付け部分の角度を合わせるとここにちょっと隙間が空くんですよね。多分まあこれで合ってるんでしょう。はい、こんな感じ。はい、そしたら次リアのサスペンションいきましょう。はい、でお次リアサスペンションを組んでいくんですけど、リアサスペンションはねちょっとね説明書通りの順番だとちょっと組みにくいので順番をちょっと変えます。でまずリアのホーシングですね、ゲート切り忘れてる。リアのホーシングに、最初の時点でスタビライザーとリアのスプリングを取り付けて、で、このリアのドラムブレーキは後で取り付けるみたいな感じの書き方をしてるんですけど、まあ明らかにね、さっき全部付けちゃった方が付けやすいんで、絶対先に全部付けちゃおうと思います。この辺もね全部黒ですね。まあ、細かいこと言い出すとちょこちょこ塗り分け入れてあげるとよりリアルな仕上がりになるのかもしれないですけど、まあこれもねさっき言ったように見えないので絶対にやらないといけないってわけではないと思います。リアのスプリングで、リアのスタビライザー、この時代のアメ車なのにちゃんとスタビライザーついてるのが偉い。アメ車ってね割とねリアの足回りに関しては軽視してる車が非常に多くて、なんでこんな構造ってなってる車がね割とつい最近まであったぐらいなんですけどね。この車は優秀とほどではないけど、でこれがリアのドラムブレーキね。ドラムブレーキなんですけど、ここがねかなりねガタがあるんですよね。前後方向にガタがあるんで、ここちゃんとね真ん中になるようにつけた方がいいと思うんですよ。でこのドラムブレーキは車体につけ、ホーシングを車体につけてから後からつけるみたいな指示になってるんですけど、この位置合わせがね多分それだとしにくいと思うんで、もう先にこの時点でねつけちゃった方がやりやすいと思います。こういう部分のガタがねちょっと組みにくくなっちゃう部分なんですよね。組みにくくなっちゃう原因なんですよね、青島のキットの。なんか説明書にもねなんかこの位置を合わせてどうのこうのって書いてあるんですけど、その位置を合わせてどうのこうのって書いてあるのも何のことを言ってんのかがよくわかんないんですよなのでこうね、ちょうど真ん中に来るようにこういう風に合わせてあげたらいいと思う。この説明書にねこういう書き方してるんですよね。合わせ位置、8と9は図の位置に合わせますって書いてあるんですけど、この絵を見てもね何のこと書いてるかよくわかんないんですよね。なんでまあまあいいんじゃないかな。はい、そしたらこれをここにセット、とにかくそれぞれ位置を合わせてあげて接着してあげると。この位置合わせもねちょっとね微妙に合わない、まあ、多分このねこのキット自体ちょっと古いキット、完全新規ではないのでね、設計が若干古いっていうのもあると思うんですけど、微妙に位置が合わないんでグッと押さえてね、ちゃんと全部がくっつくようにしてあげます。こんな感じ。
こんな感じでつけてあげたら、次にマフラーですね。マフラーをつけていくんですけど、マフラーメッキされてるんですよね。メッキされてて、ここの取り付け部分っていうのは、プラなので、まあ、この接着部分を削ってあげるか、まあ、瞬着で固定するかっていう感じなんで、まあ、もうこっちのね、こちら辺はもう瞬着でちょんちょんちょんとつけたったらいいかな。瞬着って基本的にね、ペッてこうやって乗せただけで固まらないんで、なかなか瞬着つけてあげて、で、まあ、前側から合わせるか後ろ側から合わせるかは好きにしたらいいと思うんですが、これで位置を合わせて接着してあげる。で、こうパーツ同士が密着して、お、裏まで貫通してた。パーツ同士が密着して空気が入らなくなると瞬着って固まるんですよ。なんでこうやって押さえてあげない限り瞬着ってなかなか固まらないので、焦らずにねやっていきましょう。で、まあ早く固めたかったらこういう促進剤とか使って固めてあげる。で、まあ硬化促進剤はものによってはね、プラとか塗装を溶かすやつがあるので、使うときはね気をつけて使いましょう。僕が使ってるやつはこれプラ溶かさないやつなので大丈夫なんですけどね。こんな感じで、メインパイプつけてあげたら、次にこの後ろのパイプなんですけど、こっちがね、こっちは場所が場所なんで、もうここのメッキを剥がしてあげるっていう感じの方が多分つけやすいので、こうしてあげて、でここに接着剤、こういう形でね取り付けてあげます。はい、これで一応マフラーの取り付けも完成になるので、ここに、次タイヤもつけてしまいましょう。なんでちょっとタイヤを用意します。はい、で続いてホイールとタイヤなんですけども、まあこっちもね部品の構成的にはシンプルで、艶消しのメッキになってるホイールに裏側にポリキャップ仕込んであげて、まあ、この辺は青島のいつもの感じですね、つけてあげて、でここにタイヤをつけるんですが、これタイヤつけるときにねちょっと気をつけたいのが、ここねサイドウォールのね、このモールドのところ、サイドウォールのモールドのところになんかパーティングラインみたいなのがあるんですよね。でまあここのモールドでパーティングラインが分かりにくくなるように作ってくれてるんだと思うんですけど、まあ、ちょっとね汚い方と綺麗な方があるんで、綺麗な方がねストッカーに来るようにしてはめてあげると、こういう感じね。で、こっちの表側はこうホイールね、メッキのパーツでこういうモールドが入ってるんですけど、そのまんまだとちょっと単調になっちゃうんで、スミ入れしてあります。スミ入れ塗料でね、あのタミヤのスミ入れ塗料を使ってスミ入れしてあるので、これでちょっとね立体感が出るかなっていう感じだと思います。で、まあ、このホイールのデザイン的にね向こう側が抜けてないので、このホイールをつけるとさっき言ってたブレーキとかは一切見えなくなる感じになるんで、ほんとね、あの好きなようにしてあげたらいいと思います。はい、こんな感じで、まあメッキパーツなんでね、プラの接着剤ではつかないので、ゴム系のね接着剤をつけてあげたので、ここに最後カブ取り付けていきます。残り3本はねもうやってあったんで、組み立ててあったんで、これをつけてあげたら、はい、これでねシャーシとシャーシ下回りとタイヤホイールの取り付けが完成となります。このホイールカバーはね光沢のブラックで塗って、その上に光沢のクリア、ボンペイントのフルグロースクリアですねを吹き付けてあります。そしたらこれで一旦これ、組み立て完了なんですけど、どうしようかな、あと一手間、ここにね台座と固定する用のネジをつけてあげようかな。あとでいっか。ここのね2箇所にね、2箇所1箇所でもいいと思うんですけど、まあ、ネジを入れてナット固定するっていう感じですね。でやってあげればいいと思うんで、別に動画にするほどでもないか。はい、そしたらまあとりあえずこんな感じで、シャーシの組み立ては完成になります。はい、こんな感じ。というかもうここまで来たらこれつけれちゃうんで、もうさっきつけちゃっときましょうか。つけときましょう。もうあとあと
後回しにするとややこしいから、ここにセットして、でここでネジ止めなんですよね。よいしょ。この配線の感じが嫌な感じやな。ここでいいかな。こういう感じでね、スキャナーユニットと音声のユニットですね、これがもうつけれるので、もうつけてしまおう。今日思い抜けた。ここの噛み込みが甘いな、なんか。うまいし、ちゃんとついてないな。なんで、もうネジでつけときましょう。で、さっきからちょろちょろ何回も言ってるんですけど、この配線ね、この配線が下から丸見えになるので、ちょっとね、台座がないと、ちょっとかっこ悪い感じになっちゃうかなと思います。こんな感じ。こんな感じでスキャナーユニットを取り付けてあげます。はい、ここがね、あのフロントのバンパーの上のところからチラ見えするという感じですね。まあ、クリアパーツつけるんですけどね、後でこういう感じになります。で、まあ、ここにこの配線がつくんで、この配線をね、うまくやってあげないと、見た目がね、あまりよろしくない感じになっちゃいます。こんな感じでビローンと出るんでね。はい。なんで、それはまた後日。やりましょう。台座の台座のね、作るっていうのも動画にしますんで、よかったらそっちも参考にしてもらえたらと思います。はい、そしたら今回のシャーシの組み立てに関してはこれで終了にしようと思います。はい、で次の動画では、内装をやろうかな。内装をやるか、まあ、ボディの仕上げをやるかっていう感じなんですけど、まあ内装かな、多分内装。特に、特徴的なあのメーターダッシュボードのパネル周りのスイッチとか、あのランプの、デカールが結構、数が多い上にこの凹凸に沿わしていかないといけないっていうのがあって、ちょっと貼りにくいっていうのもあるので、その辺のね貼り方とか説明しながらやっていこうと思いますので、また続き見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。